はい、くーさんです。今日は明石海峡大橋を渡って淡路島に行ってきました。目的はいちご狩り。春を感じにまっしぐら。空飛ぶいちごで有名なグリーンナリウムストアさんに来ました。いちごとトマトも売ってました。トマトは試食してすごく甘かったラブリーサクラを購入。風力発電もあって景色も風貌もとてもいいところでした。菌が入らないように靴を脱いで入ります。変わってますね。ここはいちごピクニックといって、空飛ぶいちごの下でピクニックができます。あー、いちごってなんて可愛いんでしょ。3種類のいちごを食べ比べできます。酸味が少なくて甘い秋姫、形の綺麗な紅ほっぺ、小粒だけどさっぱりとした美味しいベリー、どれも美味しかったです。ここは入園料1000円で、あと食べる量だけお金を払うシステム。最初の1000円で1パックのいちごがついてきます。ローテーブルや折りたたみ椅子、それからハンモックなんかもあって、90分くつろぎながらいちごを楽しめます。食べ放題のお店だと3000円ぐらいするけど、ここは食べれる分だけやから、あんまり食べられへん人にはお得や。いちごをお腹いっぱい食べて次に来たのは淡路花さじき。ここは菜の花がすごい綺麗に咲いてんねん。今日は薄曇りやったから残念やったけど、晴れた日には大阪湾や大阪がすごくよく見える。甲子園4個分やったかな。その広大な土地に4月は菜の花が満開。秋にはコスモスやって、四季折々違う表情を見せてくれるらしい。駐車場は200円やけど、少し離れたところに無料の駐車場もあるから、そっちに停めたらお得。この花さじきに入るのは無料やねんで、そうない、みんな行くべきやわ。黄色の菜の花の中に紫のアクセント、これは紫花菜いうお花やて、かわいいなぁ。もういやーいうぐらい菜の花楽しんだわ。もうほんま綺麗かった。淡路島は昔皇室に食材の献上を行っていたいうぐらい美味しいものいっぱい。道の駅淡路で海鮮を食べに行った。4月中頃には生しらす丼が食べれんねんけど、今回はちょっとまだ早かった。淡路島の西側走っているサンセットラインは信号も少なくてドライブにはバッチリやで。この淡路サンセットライン沿いには海を見ながらお茶ができたり、ご飯が食べれるおしゃれな店がいっぱい。今日はミエレっていうお店に来た。はちみつ料理がいっぱいやねんけど、お腹いっぱいやったからコーヒーだけ。でもすごいコーヒー美味しかった。海との距離が近いからすごい良かった。その代わりまだちょっと寒かったね。これからの季節はすごい気持ちいいと思う。海の水も透明度高いし、時々魚が跳ねたりして、夕日が見られへんかったんがちょっと残念やな。食っていて紅茶やね。ごめん。ホットミルクと、ホットミルクと。